俺たちのジャパンへようこそ。外出先で急にお腹が痛くなったり、用を足したくなった時、公衆トイレを利用したことのある人は多いと思います。もちろんトイレの一番の目的は排泄をすることですが、衛生面に問題があるとやっぱりやめようかなとためらってしまうこともありますよね。人間にとってそれくらい清潔や快適はとても重要なことです。今回のエピソードには韓国と日本の2カ国で公衆トイレを目の当たりにしたとあるカナダ人家族が登場します。同じアジアであり隣国である両国ですが、公衆トイレの実情は驚くほど違ったんだそうですよ。韓国と日本の公衆トイレでどんな違いがあったのか、ぜひ最後までご覧になってみてくださいね。私はカナダ人のソフィア、夫と3歳の娘のエマと3人で暮らしているわ。私たち家族は母国カナダでごく平凡な暮らしをしていたんだけど、ある日夫が職場で海外出張を言い渡されて、少し特別な体験をすることになったの。もちろん結婚した時点で海外出張があるかもしれないということは分かっていたから覚悟もしていたわ。だけどその行き先を聞いて驚いたの。なぜなら遠く離れた韓国だったから。海外転勤とは言っても欧米とか比較的馴染みのある場所になることを予想していたから、文化も習慣も言語も全てが大きく異なる韓国への転勤は夫も驚いたみたいだった。期間は1年間で、初めは夫に単身赴任してもらうことも考えたんだけど、あまり馴染みのない場所で一人の生活を送るのが気の毒で、私とエマもついていくことにした。幸いエマはまだ幼稚園に通っていないし、私自身も正社員としての仕事はなかったから。それに私たちがついていくと知った時の嬉しそうな夫の顔を見たら、やっぱりやめるなんてとてもじゃないけど言えなかったわ。そういうわけで少しの不安はありつつも、家族3人で韓国での暮らしが始まった。予想はしていたけれど、何から何までカナダとは異なる国での生活、普通に暮らすだけでもなかなか大変だった。でもそんな慣れない暮らしを協力しながら乗り越えることで、夫婦として、そして家族としての絆は深まったような気がするわ。でも一つだけそんなポジティブなことを言っていられない出来事があった。それはエマが同世代の子たちと集まる簡易的なスクールに遊びに行っていた時のこと。普段は母親も一緒に活動することもあるんだけど、その日は親から離れて集団生活を経験するトレーニングをする日でね。エマはスクールの先生に連れられて、そう遠くない公園へピクニックに出かけた。エマは寂しがりだけど、根は明るい性格だから、きっと馴染んで楽しい思い出を作ってきてくれるはず。そう信じながらも心配でなかなか家事が手につかなかった。そうして約束の時間を10分ほど過ぎた頃、エマはスクールバスに乗って帰ってきた。笑顔で帰ってきてくれると信じていた私は、愛する娘の顔を見てびっくり。エマは泣き晴らした顔をしていて、表情も暗く沈んでいて、私はもちろん引率していた先生に何があったのか尋ねたわ。そうすると信じられない態度と言葉が飛び出してきたの。エマちゃんは贅沢で、周りの子が普通にすることをできていない。少し甘やかしすぎではないですか。韓国での暮らしは向いていないと思います。先生は何の配慮をするでもなく、ストレートにそう伝えてきた。発言の内容についてはもちろんだけど、まずそのはっきりとした物言いにも驚いて、いくら体験とはいえ他人の子供や子育てについてここまではっきり悪く言うなんて初めて。韓国ではこれが普通のことなの？
その時点でかなりモヤモヤとした気持ちになった。それから話の内容についても納得いかないことばかり。今までカナダの学校でも発達が遅れている、協調性がなく浮いているなんて注意は一度もされたことがなかったのに、親だから色眼鏡も入っていないとは言えないけど、どちらかといえば順応性がある子のはず。でもエマの表情を見ていたらただごとではなさそうだし、一体何があったのか。もやもやした気持ちで遠足を終えることになった。エマも気持ちの整理がついていなかったのか、その日は詳しく話してくれなかったんだけど、日が経つにつれてだんだんあの日のことを口にするようになった。するとどうやら問題は公衆トイレだったらしいの。エマたちは先生に連れられ公園に行ったけれど、もちろん途中で用を足したくなることもあるわよね。中にはおむつの子もいたみたいだけど、エマはもう完全におむつが取れていて自分でトイレに行くことができる。だから先生に付き添ってもらいながら何人かの子供たちと一緒に公衆トイレを利用したそうなの。だけどその公衆トイレが汚くて臭くてエマは怖かったのだと言った。汚い、臭いは怖いという言葉に一見直結しなさそうだけど、確かに自分が体験したことのない空間に足を踏み入れるのに不安を感じるのは不思議なことじゃない。韓国の公衆トイレがどういうものなのか想像もつかないけれど、もしエマの言う通り想像を絶する不潔さなのであれば、利用するのをためらっても仕方がないはず。残念ながら韓国人の先生はエマのそういう思いに共感してくれず、外でトイレができないならおむつをしてきなさい、トイレを選ぶなんて贅沢なこと言うんじゃない、と頭ごなしに怒られてしまったみたいだけど、他の韓国人の子たちは何の抵抗もなくそのトイレで済ませたみたいだから、余計目立って怒られてしまったのだと思うわ。正直、いくら公衆トイレだからといってそんなに汚いなんて想像できなかった。今まで韓国の街中でトイレを利用する機会もあったけれど、何の問題もなく清潔だったから。だからいまいちエマの言葉をすべて理解してあげることができなくて、結局私は実際にその公衆トイレに行ってみることにしたの。そしたらもう言葉を失ったわ。正直エマの言葉を聞いて想像していた何十倍も汚くて臭くて怖いという気持ちが分かった気がした。具体的にはまず電気が十分についていない、昼間なら真っ暗で何も見えないということはないけど、日陰なのも相まってかなり薄暗い。その上掃除がほとんどされていないのか、床には泥か排泄物かわからない汚れがたくさん。トイレットペーパーのゴミはもちろん、それとは関係ない紙のゴミやペットボトル、空き箱なんかが散乱していて、トイレというよりゴミ置き場みたいだった。こんな状態だからトイレ特有の匂いにプラスしてゴミの匂いも混ざっていて、本当に今まで見たことがないくらい地獄絵図という表現がぴったり。これはエマじゃなくて私でもここは使いたくないとはっきり言うと思う。韓国は少し郊外に行くだけでここまで不衛生なのかと絶望した。そしてこれを平然とした顔で使わないと浮いてしまうという韓国の環境にも正直適応できるとは思えなかった。不安そうにするエマに私は言った。大丈夫よエマ、あなたがここを使いたくないという気持ちはごく普通のこと。こんな不衛生なところで用を足したら病気になってしまうかもしれないし、我慢しなくていいわ。私の言葉を聞いてエマは心から安心した様子だった。この出来事があってから夫は職場でこの話をしてくれたみたい。
もちろん私たちは夫の出張に自らついてきただけだから、それで移動希望を出したつもりじゃなかったみたいなんだけど、でもこれがきっかけで、韓国が合わないなら日本の支社に行ってみないか?という話が出たそうなの。不衛生で合わないと感じた韓国から抜け出せるのは嬉しいけれど、正直日本に行ったからって何か変わるとは思えなかった。だって日本は韓国の隣の国だし、ルーツや習慣も似通っているだろうから、やっぱりカナダと遠く離れたアジアで生きていくことはすごく難しいことだと感じていたの。でも夫が、日本は清潔な国だって聞くし、何もせず行動しないよりはエマにとっていいことがあるかもしれないよと励ましてくれたので、私たちは韓国滞在数ヶ月で日本へ渡ることになった。そして実際に日本へ渡ってからも、極力公衆トイレは利用しなくていいように、家を出る前には必ず用を足すよう促したり、ショッピングモールなどきれいな建物の場所も把握するようにした。そうしていれば極端に汚い場所は目に入らなかったし、日本での生活もそれなりに楽しめていたと思う。だけど日本滞在を始めて1ヶ月が経とうとしていた頃、事件は起きたの。その日は少し足を伸ばして子供たちに人気の公園に行ったんだけど、突然雨が降ってきたのよね。出る前にしっかり天気予報はチェックしたけど、雨の予想はされていなくて、完全に通り雨というやつね。だからすぐに止むと思って屋根付きベンチに避難していたのだけど、なかなか止まない。どうしたものかと思っていた時に、エマがお腹が痛いと言い始めたの。だけどあいにくこの日に限って近くに綺麗なショッピングモールはない。今すぐ行けるトイレと言ったら、この公園に設置されている公衆トイレだけだった。その状況はエマもよく理解していて、どうする?我慢できなさそう?今から帰るってなると車で30分くらいかかるけど、綺麗なトイレがありそうなところ近くにあったかな?という私の言葉を聞いて、パニックになることもなく冷静に考えてくれた。そして導き出された答えは、トイレに行ってみる、だった。私はエマの勇気ある決断を褒めながら、一緒に手をつないでトイレに向かった。広い公園だから案内図を見て、できるだけ雨に当たらないよう木の下を通りながらトイレに行った。そして目的地について驚いたのは、まず今までに見てきた公衆トイレとは少し違うということ。木製でできた新しそうな建物は、知らなければトイレとは思えないくらいおしゃれに見える。だけどしっかりトイレのマークがついていたので、私とエマは半信半疑ながらも少し期待しながら中に入ってみることに。え、何これ、本当にトイレなの？これが日本の公衆トイレに入った正直な感想。だってまずトイレと聞いて連想されるあの匂いが全くなく、デパートのトイレのようにフローラルの香りでいっぱい。掃除が行き届いていて、床や壁に汚れがないのはもちろん、紙のゴミが落ちていることもない。個室の便器もピカピカで、しかもウォシュレットまでついているから驚いたわ。ホテルのトイレなんかではついているのを見たことがあるけれど、まさか公園のトイレにこんなサービスがあるなんて。こんなのは韓国はもちろん、カナダでも見たことがなかった。さらに驚いたのは、子供用の小さな便器や男の子用の便器まで用意されていること。いろんな人への配慮がこれでもかと溢れているこのトイレには、怖いどころか安心感でいっぱいで、エマの不安げな顔もいつの間にか消えていた。子供用の便器がある個室に自ら入っていき、ママは外で待ってていいよなんていう始末。あんなに公衆トイレを怖がっていたエマがようやくトラウマを克服できたのを見て、なんだか涙が溢れてきた。
本当に日本は異常だわ。トイレまでこんなに配慮が行き届いているなんて。そんな独り言をつぶやいてしまうくらい感動してしまった。それから半年以上の滞在を経て、どうやら日本の公園すべての公衆トイレがあそこまで配慮されているわけではないのだと知った。とはいえ、それでも韓国のひどさとは比べるのが失礼なほど、どの公衆トイレもきちんと掃除がされていて、エマもなんとか利用できるくらい。せっかくなら、あの素晴らしい公園の公衆トイレをすべての公園で採用してほしいくらいだけど、きっと日本ならいつかやってくれると信じているわ。どんなにお腹が痛くて極限状態でも、地獄のように不潔なトイレだったら、私もためらって漏らすことを選んでしまうかも。それくらい清潔って重要なことよね。不潔な方が悪いのに、文句言われたら逆切れするって、韓国人は本当にどうしようもないな。幼い女の子のトラウマが克服されて本当によかった。へえ、日本は公園の公衆トイレでさえ清潔が保たれているんだね。一度行ってみたいな。トイレというのは排泄をする場所なので、本来ならば汚くて当然と言えます。しかし、それを使いやすいよう快適に保つためには、人間の知恵や理性がなくてはかないません。面倒だからいいやというその時の楽ばかりを考えずに、他人のために配慮する気持ちを持つこと、その積み重ねがきれいなトイレを実現するのではないでしょうか。皆さんは国内外問わず、きれいで嬉しかったトイレなどはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。